子供産んでないメス肉なんでむちゃくちゃ柔らかくてね、美味しいんですよ。天ぷらぶっかけ。
上げすぎても良くないんですけど、ゆっくり回るぐらい。これ備前焼きって言って遠赤釜っていうやつなんですけど、だしとかうどんの水は全部軟水なんですけど、はい、これ入れたらその軟水がさらに軟水になって、うん、ご飯にも炊く時も入れてたんですけど、はい、そのご飯もふっくらお米が立って焼き上がって、はい、めっちゃまろやかなお水になるんです。水がものすごいいい水に変化する。水気は全部これ使ってます。作ってる感じなんですよね。生地の重ねてプレスしたり足で踏んだりとかあるじゃないですか、ぐるぐるっと回って層がすごい層、はい、まだこれを伸ばしていくんですけど、はい、これでかけうどんの出汁はもう完成ですね。はい、
で和牛 A4 ランクのさらに柔らかしで、子供産んでないメス肉なんでめちゃくちゃ柔らかくてね、美味しいね。僕がこれ肉屋さん持ってきてもらってるんですけど、はい、子供屋で腹肉を下ろすことはないわって言われるぐらい喧嘩割れするぐらいの値段で出してるんで、気持ちこもってるかこもってないかでちょっとの差が出てくると思うんですよね、はい、だからそれだけかなと思って、だから時間かけて気持ち込めてやるっていうことだけなのかなと思ってやってますね。僕も寝たいですけどね、ほんま。緊張して手が震えてるわけじゃないんで。
チリ昆布ですね、これは。たまにお酢を入れます。綺麗な麺線になるんですよね、お酢入れたら、
お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。ネギなし。
タレと釜玉です。おー、天ぷらぶっかけ。お待ちしております。ありがとうございます。こちらよかったらどうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。